今考えればさ、お前どの面下げてどの立場で言ってんだろう。確かに確かに確かに。それは何、それは何、肩やきゃったの。何もない。おばんざーい。今日はどこにいるかというと、じゃん、札幌来てます。いやー、2000年2001年、コンサドーレにいたので、いやもう何年ぶりやろな、もうまあ20年経ってるから。いや今日はちょっとね、ある人とちょっと番対談をしに来ましたよ。いやー行きますよ。練習場でーす。練習場。いやすごい、いい感じで、やってるみたいです。いや今日対談楽しみにしたいと思います。それでは対談相手の方にちょっと行ってみたいと思います。あ野々村社長です。どうもこんにちは。今日は野々さんと対談したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おばんざーい。ごめん全然俺本当にごめん、見たことないから今びっくりした。おばんざーい。やってよ。おばんざーい。今日は皆さん、札幌に来ました。そしてここの社長室ですね。バンがだっていた2001年までいたんでしょ、うん、2001年までね。2000年2001年でしょ、うん、俺も2000年2001年だから同じ時期にいてさ、野々さんとは僕が20歳の時ね、うん、20歳だったの。20歳、20歳の時に。俺28歳だ。野々さん7個上やから7から8になる年、8になる年。野々、うんうん、さんもともと清水東から慶応大学行ってジェフに入って、で2000年にコンサドーレ。そうそうそう、うん、2年間最初2000年に J2 で一緒にプレーをして、監督が岡田さん で優勝して、で2001年は J1 で戦ったもんね。そう、うるせえとか声がな、俺 声が多分通るから。声もあるし、うん、やっぱりさ、うん、主張するじゃん。主張してた。主張はすごいのよその二十歳のくせに。本当だから、まあ、それはそれですね、うん、すごいなっていうふうに思ったよ、うん、エメルソンと最初の年一緒でしょ、ツートップ。そうね、ツートップで次の年はウィルでしょ。ウィルとお前喧嘩ばっかりしてなかった。お前、まあ、最初のあたりとかもずっと喧嘩してたよね。やめてくれよと思って。俺一応キャプテンだから。2000年の時は、まあ、夏香さんがキャプテンで、うん、で2001年はノンさんキャプテンだったね。そうそうそう、俺は2001年までいてヴィッセルに移籍していったから、うん、でその時にノンさんが辞めるみたいな。やめた、もうやってられねえっつってまあさ、あんまりいないよね。いやだってまあ2001年、うん、ちょっと出れへんかった時もあったやん。俺膝怪我して1ヶ月か2ヶ月ぐらい休んだんだ、うんうんうん、で復帰してまた出始めて、うん、いやあれでさ、うん、コンサドーレ契約しないってないだろ。契約せえへんって感じだったね。そうだよ、だから、うん、俺もびっくりしちゃって。もちろん選手としてね、うん、俺に魅力がないとか力がないっていうふうに思わなきゃいけないのは分かるんだけど、うん、契約をされて、うん、延長出し抜けて、うん、ごめんなさい他行きますならまだ分かる。契約しませんだよ。それも電話かかってきて。ああそう、まあ、それこそ他のチームから、うん、まあ、1週間ぐらいは引退するって決めなかった、うんうんうん、まだオファーもらったけど、うん、他のチームからオファーはあったんや。あったあった、4つか5つぐらいもらったんだよ。だってまあ言ったら2000年にね J2 で優勝して2001年は J1 でもまあ怪我しながらもまあ別に出て、まあ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 それなりに現役が全部出るしさ、ね、まあまあここからじゃああと何年ここでやろうかなぐらい。まあそうだね、結構気に入ったじゃないけど、うん、もうコンサドーレでまあ引退したいなみたいな思いはあった。引退とかも考えたことなかったけど、うん、まだ普通にやるつもりではいるよね、うん、いるでしょ。まあまあそれはそうだよ、普通にサッカーしてんだよ。周りから見ればお前に力がなかったんだって、まあそれはその通りだと思うんだけど、うんうん、俺の中ではありえねえな。何やろうと思ってたとか全然ないんだ。北海道に2年いたのもあるし、ローカルの番組みたいなののオファーをもらったり、うん、
サドーレが、うん、スカウト担当みたいなのあの給料をくれるって言ったから、うん、まあ、東京にいて、うん、コンサドーレに頼まれた高校生とか大学生の試合とかを、うん、まあ、結構見に行ったりして、まあ、それこそあれだね、強化部スカウトみたいなところもやって、うん、でまあ、当時スカッパーだったからさ、スカッパーとか、まあ、今あんまりもうメディアの数って言ったかもしれないけど、まあ、いっぱいメディアいろんなのあったから、うん、そういうメディアの仕事を、うん、やりながら、うん、じゃあまあ、2年間いて満了になって1回じゃあ東京に行ったの？戻ったもう2年しかここにベタ付きはしてない、うん、まあ、ここに来て今8年だからまあ結構な年数。自分で会社とかもやってた？まあ、それはもうやってたけど、うん、そのやりながら、まあ、メディアをメインみたいでな感じでやってた、うん、あれもやってたよ俺あの慶応の非常勤講師とかでしたからね母校のそうサッカー教えるのサッカ ー, あー指導者とかはあんまりなかった。で俺はもうなんていうの、一緒にやってる時にやっぱまあ野々さん の, このちょっとキャプテンシー的なやつとかなんかこう やりそうだった、やりそうだった。いやもうこの人は監督やるんやろなと思って、なんか岡田さんの訓導を受けてる感じもあったし、なんか岡田さんもなんか結構ののの言ってたからやるんやろなみたいな漠然としちゃったけど、やるつもりはあるあったよ、うん、もちろん、うん、だからライセンスも途中まで行ったし、うん、今ね、ポンポンと取りに行って、うん、まあ、永久取るのって、まあ、当時だと、まあ、簡単に、はい、行きたいです、はい、どうぞって感じじゃなかったから、うん、まあ、ちょっと考えながら、うん、メディアとかそういうのと仕事って何年ぐらい経ってくるの？2002年から13年まで、10年ぐらいはやってる。それぐらいやったの？スカッパーとか、本当にスカッパーの時代だったから、Jリーグナイトなんだから、うん、とか、アフターゲームショーとかね。まあ、まあ要はスカパーの毎週の番組、うん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 、運が良くてやらせてもらったっていうのが、でもそのそういうのを、まあ、10年ぐらい喋る仕事をしてきたりとかメディアの仕事をしてきたっていうのは今のこう仕事には生きてる、生きてるんじゃないかな、うん、まあもともと向き不向きはあるから、そう、ね、メディアもしやってなかったとしたらどうなんだろうっていうのちょっと分かんないけど、うん、でもやっぱメディアって絶対大事だから発信とかっていうことに関して言うといい勉強になった。なるほどね。2013年からこう社長を、確かそうだと思うな。いやなんか俺はねちょっとね見たところによるとね2012年のなんか末ぐらいになんか呼ばれてとか。ああそうかもしれない。そうやろ。うん。なんかあの石水さん、うん、あの白い恋人の社長ね。当時ね。当時の社長。今の会長。会長。会長の。コンサドーレ男爵、会長をモデルにしたコンサドーレ男爵だ。コンサドーレのもう、まあ、まあ言ったらコンサドーレのまあねお父さんみたいな感じですね。まあそうね。いやだからもう石水さんに、うん、いやコンサドーレね、まあまあ本当自分は上がったんだけど、うん、もう得失点差マイナス69とかで。え 2010？その2年の時12年、うん、多分そんな感じだと思う、うん、うまくはいかなかった、いってなかった、圧倒的にビリだったんだけど俺はもう上がったことは本当は褒めるべきぐらいクラブはちょっと大変な状態だったから、うん、まあ、クラブの中にいる人たちから俺は頼まれて石水会長のところに行った、うん、もう一回コンサドーレの社長をやってくれって頼んでほしいって俺が頼まれた。あ、石水さんは社長もともとやってたの？コンサドーレの社長。いやいや、やってないけど、うん、コンサドーレ大変だからもう石水さんがどうにかやってくれってくれっていう風に頼まれた、うんうん、だから俺は石水さんと行って、うんうん、家行って、うん、もう石水さんやってくださいよコンサドーレ、うん、まあ今考えればさ、うん、まあ、どのつらいどの立場で言ってんだろう確かに確かに確かにえそれは何、それは何、肩焼きやったの？何もない何にもないけどまあもちろんさその昔から世話になってたのもあるんで、じゃあ行って返しに行ったわけ。で、石水さんはいや、まあまあそう、分かった、うん、やるわ、うん、で、まあ、やっぱその体のコンディションのこととかあるし、うんうんうん、本業の方もあるから、うんうん、奥様にも、うん、申し訳ないけど石水さんにもう一回あのコンサドーレちょっと助けてもらいたいっていう、うん、現地を取って、うんうん、よし、これで、うん、頼まれた役が終わりだったら、1週間ぐらい経ったら電話かかってきてちょっと話しようっつって、うん、じゃあお前がやれえ、それはでもその時は東京にいたの？東京にいた。東京にいた。別にここと何かってことはない。で、話があるって言ってまたこっちに来たの？うん、来た。まあまあ
毎週のように来てたり、こっちでフットサルコートの運営 の, その自分の会社でしてたりとか。なるほどなるほどなるほど。社長をじゃあもうやるっていうふうに自分の中でもう決断をしたってことね、うん、もうね多分すぐしたと思う。いろんな人に相談はどうです。なんかでもさ、分かんない分かんないっていうのはさ、 もし晩今何歳 ?30?40 になった今年2やあ、じゃあまあ多分晩ぐらいの時で、うん、なん例えば今メディアの仕事してて、うん、どっかのクラブの社長をやる、うん、どうやったっていうような時に、うん、今のメディア業界でちょっと頑張っているのと、うん、社長やるのと、うん、どっちが自分にとっていいのかって分かんなくない？まあそうね、俺も全然分かんなかったのよ、うん、でも今ワーワーの社長やって田中美香さん当時スカパーにいたんだけど、うん、その話相談したら、うん、もうそれはもう明らかにこっちだっていうふうにクラブ、うん、うん、もう明確に言ってくれた、うん、そういうもんなんだと思って、うん、まあ、でやってみたらやっぱり、ね、うん、今まで知らないことも当然たくさんあるし、うん、よかったと思いますよ、うん、まあ、言ったら全く分からへんわけやん、何をやるとかどうするとか。その時最初の時にコンサドーレが2013年ぐらいでどれぐらいの規模やと、売上 J2 に落ちたばっかりで、うん、売上が10億ぐらいしかなくなっちゃった、うん、もうスポンサーとか全部入れて、うん、全部の売上が10億円ぐらい、うん、今の J2J リーグの中でいうと30番目ぐらいじゃない J2 の真ん中ぐらい。最初その何かやろうみたいな思った？本当に簡単に言うと、うん、強くなるには、うん、お金が絶対なきゃいけないっていうのはもともと肌感覚であるし、まあ、大体それはサッカーやってるか分かるじゃないですか。そうね、でどうやったら売り上げ伸ばせるか、どうやったらファンの人を増やせるか、うん、関心を引きつけることができるかとかって、まあ、考えていく中で、うん、人の問題とか、まあ、人手の問題、うん、まあ、20人ぐらいしか多分当時はいなかったかな、うん、その人たちで 100% やるってことも重要なんだけど、うん、まあ、もしかするとこのクラブのすごいなサポーターの人とかいっぱいいたじゃん昔から、うん、いたいた、サポーターは本当にね。で当時例えばそれが5000人だったとしても、うん、5000人の人たちも一緒に何か、まあまあ簡単に言うと社員みたいな感じになってもらえたなら伸びそうじゃないっていう、まあ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 、だから そんなことをどうやったら、うん、本当にその気になってもらえて、うん、手伝ってもらえて、うん、なことをまあまあやったり発信したりっていうことばっかりじゃない。最初はそんな感じかな、うん、まあもちろん自分です営業してスポンサー取ってることもそうだけど、うん、結局何も別にできるわけじゃないから、うん、あのできる人たちにどれだけ協力してもらえるように、うん、その人たちにもメリットがあるものを見せることができるかみたいなことの繰り返しだと思う。13年でその10億やったっていうのは どういうふうに変わっていった？まあまあ毎年毎年伸びてはいった、うん、でまあ当時もう債務超過だったから、まあ、それをどう解消するかっていうことをやりながら、うん、10億が、まあ、去年まあコロナのなっちゃったけど、コロナのシーズンの予算はだいたい40億ぐらいだったから、そのぐらいにはまあなった。うーん、 J2 に上がるためには10億を20億にしないと上がれないと思ってたし、うん、J1 に定着するにはもう30億を超えなきゃいけないと思って、タイトルを取るんだったらまあ多分50億ぐらい必要なんだろうけど、今だからその過程、まあ、コロナが起こっちゃったから少し難しい、右肩上がりで伸びるって感じではまあ去年でなくなってちゃったのはあるけど、債務超過があってそれをこうなくしていくっていう過程では、でもさ、サッカーやってたらちょっとでも人にいやそうなんだ、いやそうなんだよ、勝ちたいって思うじゃない、うんうん、まあ、でもそれはもうそれやっちゃったらダメだから、うん、あのシーズン一番最初のシーズンあれかな、レコンビン取りったの一番最初のシーズン、あー、ベトナム人レコンビンちょっと話題だと思うね、ちょっとなんとなく覚えてる人かもしれないけど、ちょっとお金をかけて取った選手がどのぐらい影響を与えることができるかみたいな、まあまあ、コストパフォーマンスを良くするようなことをやってたんじゃないかな。レコンビンで言うと、まあ、ベトナム人そんなにまあ言うほど高くはない、高くはない、そんなに高くはないけど、でも数千万円ぐらい、そんないる、まあ、全然そんないるの、うん、だって彼らとかはさ、うん、向こうでのはスターだから、ああ向こうでやってるだけでそれなりの収入がある、そうなの、アジアでどうコンサドーレのバリューを上げていくかみたいなことが一番大事だと思ってるから、うん、まあ、その過程で途中でチャラティップとかが来たりして、アジアは考えてるんじゃん、アジアも絶対アジア、ああそう、絶対アジア、でも J リーグもそうだと思わない、俺 J リーグもそうだと思う、
ヨーロッパに追いつくのはもちろん目標だけど、いやまあまあね、アジアの中でやっぱり誰からも一番すごいリーグと思われるから、うん、って思われたらきっと見る人も増えるから、まあ、防衛権力も海外の防衛権力も必ず増えるだろうし、うんうん、そうなっていかないとダメかなと思ってる、うんうん、コンサドーレいて、まあ、よりなんかまあ、ね、北海道なんかなみたいなのはなんかあったけど、まあ、北海道、そうそうそう、うん、それはあるね。北海道をまずは やるけど、それだけじゃまあまあ頭打ちになってまうじゃないけど、からやっぱアジアいうのはもう最初からまあある程度のイメージはあったってこと。それはあったんだろうね、うん、もう覚えてない。いやまあきっとあったんだよ、それをやるんだから。うん、まあそうね。クラブのスローガンみたいなのってさ、うん、まあ、毎年変えたり、うん、昔からよくあるじゃない、うん、でなんか俺が来た時も当然そういう話があったんだけど、うん、もう俺は変えないで、うん、もうずっとこれで行こうっていうので、うん、北海道と共に世界へっていうのにしてるんですよ、うん、だからまあさっきのバーンが言った、うん、喋ったようなことの答えは多分その言葉にあって、うん、北海道のみんなで今日作ったクラブが、うん、北海道を連れて例えばアジアに出ていって、うん、北海道の何かをアジアでより多く売るとか、うん、多くの人を北海道にアジアから連れてくるとか、それをサッカーで実現できるっていうようなことも彼らと共に世界みたいなことじゃない。で子供たちを北海道の選手を育てて代表にして海外に出すとかっていうのも、うん、子供たちは北海道から世界に出ていくんじゃなくて北海道と共に世界に出ていくんだっていうような、なるほどね、そういうものをここに作れればいいなっていうような、うあのメッセージのあれなんだけど、ある時期からもう試合見るの本当怖くなっちゃったよ。自分のチームだよ、うんうんうん、前の日なんかその別に緊張したりとかそういうのでは別になくて、いやもうだからもうそれは本当する、うん、